おお、私の可愛いマリア、よくぞ無事に戻ってきてくれたね。お父様。おお、何も言うでない。勇者様方、本当にありがとうございました。なんとお礼を言っていいか。そうだ、勇者様方、娘のマリアをお礼としてお嫁に差し上げましょうかな。勇者様なら幸せにしてくれるでしょう。何をおっしゃっているのですか、お父様。いや、お礼だなんてとんでもない。ご遠慮しておきます。俺たちはただ自分の仕事をしただけです。反乱は止めることができましたが、この先今回の事件をどう受け止めて、獣人との亀裂をどうするか、領主様次第ですよ。そうですな。大きな課題が残りました。どう対処したものか。父様、そのことについてお話があります。私、クリストファー様のところに嫁ごうと思うのです。なにー?あいつは今回の首謀犯だぞ。しかも獣人。それはいかんぞ。だからこそです。今回の事件を経て、人間と獣人が和解し、差別のない未来へと一歩踏み出した。良いシナリオになるでありませんか。私とクリストファー様が平和の象徴となるのです。いや、それは、そうだ、勇者様。やっぱりマリアと結婚したいなという気分になったりとか、マリア様とクリストファー様のご結婚、とても素晴らしい名談だと思いますよ。心から祝福します。のー、マリア!私の可愛いマリア。あ、飛ばしちゃった。ごめんなさい。漁師様、なんかすげえ錯乱してるけどいいのか?マリア様。娘を嫁になる父親なんてみんなあのようなものです。気にすることはありません。勇者様方、この度は本当にありがとうございました。いつ頃までこの町にご滞在予定ですか?俺としてはしばらくダーダーしたいんだけど、僕たちには魔物退治の仕事がありますから、明日にでも出発する予定です。そうですか、残念です。どうかまたこの町に足を運んでくださいね。その際には人間と獣人が歩み寄る素敵なご光景をご覧に入れることをお約束いたしましょう。楽しみにしてるよ。俺たちもそんな世界にできるように旅を続けるからさ。そうですね。私も勇者様方と狼さんが一緒にいる姿を見て希望を持ったのです。人間と獣人が手を取り合う未来を諦める必要はないのでは、と。そっか。だったら俺も勇者と一緒に旅をしている意味があったってものだな。それにしても私、勇者様に速攻で振られたんだけはちょっと悔しいです。そんなに魅力がなかったですか?ああ、それはごめんね。俺は心に決めた相手がいてね。デストさん、そうやってまさか、勇者だけどミークと結婚したいんだよね。というわけで、うててつ、というわけで終わりました。収録がだいたい今2時間と、もうすぐ20分ぐらいになるんですけれども、まあ、多分もうちょっとあるかな。ふんふん、お礼のいとしのミークちゃん、どこにいるのかな?いとしのミークちゃんは先日に倒しちゃったばかりでしょう。年のミークちゃんとか結婚したいとか言う割に全力で倒すもんな。愛とは激しく、そして儚いものなのさ。自分で恋愛フラグ叩きおることは気にしてないのか。ところでその理論でいくとミークとは永遠に結婚できないということになりますが。大丈夫、俺の愛を受け止めきる最強のミークが現れたら結婚する予定だから。そんな最強の恐ろしいミークが現れたらお前が食われるんじゃねえの。それもまたよし。レストさんってものすごく変態ですよね。どうしてここまでミーク病が重症になっちまったかな。俺とミークの悩みの話が聞きたいって。聞きたくねえよ。まあいいさ、それについてはいずれ話す機会もあるだろうさ。聞きたくないですってば。さあ、新たなミークを目指して歩こうじゃないか。
俺のミミックセンサーはこっち側に反応してんだよね。待ってろ、俺のミミックちゃん。あ、デストさん、どこへ行ってるんですか？ああ、もうちょっと待ちやがれ、デスト。デストのブロマイドって言った。これもシリーズ伝統だけど、ボーナスこれかよ。おまけ部屋か。どうしようかな。まあちょっとプライベートで覗きますので、それが終わった後またタイトに戻った後にちょっと後語りしようと思います。じゃあ、少々お待ちください。これについてはですね、気になる方は各自でプレイしてみてください。